い、松本桃奈です。絶対ありえない、そう思ってたのに。なんだか私、あなたのことが好きみたい。山本愛理です。絶対ありえない、そう思ってたのに。なんだか私、あなたのことが好きみたい。はい、木崎千里です。絶対にありえないって思ったのに、なんだか私、あなたのことが好きみたい。高橋みみのパフォーマンスです。どうぞ。ここで私も妄想あざと企画を始めたいと思います。このボックスの中に妄想シチュエーションが入っているので、ここから私が一票引いてそれをやりたいと思います。じゃあこれだ。いきます。企画の、あ、止めないでください。企画の内容はこちら、耳ナースの甘々体調検査、こちらをやっていきたいと思います。お客様、体調が悪いんですか？え？心臓がバクバクする？え？心が痛い？一人の人のことをずっと考えちゃう？それって、恋ですね。私があなたの恋の治療してあげますよ。私と一緒に恋始めませんか？次、行きます。次行きます。もう一枚目、ずっと友達だと思っていた彼に告白？いやー、なるほど、これはちょっと難しいな。いや、ちょっと待って、思い浮かばないかも。どうしようどうしよう、全然思い浮かばない。どうしようどうしよう、絶対ありえないってそう思ってたのに。なんだか私、あなたのことが好きみたい。あなたのことばかり